ああいう時の心配は矢神だけでいいんだな。うわ、こっちにもいるか。またあったな。あれこいつマシコさん、よく覚えてたな。てめえこの野郎、見送ったり出迎えたり、あんたも大変だ、ね、しかもメンツ一緒っていう。今回はお遊びはなしだ、覚悟しろ。いや、そろそろしんどいよ、しんどいよ。おっと、途中で止められちゃった。撃つぞって言った今。ダメだよ撃っちゃ、そんなの。え、警備員ってそんな拳銃持たせてもらえるの。危ねえ危ねえ。あなたにもこれあげる。待って待って待って、やってえな、待ってる。すごい明るいね。あなたに用事がある。あー、致命傷もらっちったな。待って、まだ持ってるやつがいる。杉浦君撃たれたね。お前この野郎、うちの坊ちゃん撃ちやがって。しっ、じゃあ元気ねえ。やるな。ほら、挑発とかしない。いいだろ。まだだ。よし。クマさんみたいになっちゃった。もう限界って感じでも先を急がないとね。いや、もう矢神がもう限界。ちょっとその顔あら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 、なんかちょっとめまいがするな。だろうね。ちょっと血流しすぎじゃないか。大丈夫、矢神さん。頭結構血が出てるみたいだけど。どうかな。今すぐ死にはしないと思うよ。見た目よりは余裕があるのかな。じゃあ行こう。大丈夫、余裕ないと思うよ杉浦君。もうちょっとしっかり矢神を見て。だいぶ動きが。大丈夫。大丈夫？
なんかさっきより顔色が。もう杉浦くんの声がすごいことになってるもん。いや、八神、お前張り切りすぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当信念っていうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのにな。いいからほどほどにしとけって、経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。死にたい。あ、大丈夫、動けないけど。動けた。ちょ、そんなすっさすっささき行かないで。奥の渡り廊下から開発研究隊に行ける。なんか化け物の声みたいになってるけど杉浦君すごい荒れてるな。早いな杉浦君。後ろでバタンって倒れてもあの子気づかないまま一人で行っちゃうんじゃないの。明らかにだって歩き方おかしいと思うよ。待ってはくれてるけど。苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は、あれどこ、エミさんどこ、初めての刑事弁護なんだけど。あっちにいるわ。え、民事だと勝ったり負けたり、少し負け越してるから。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪を主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのか。大久保君をお願いしますね、八神さん。あとよかったら弟のこともずうずうしいですけど。八神さん、さっきさ、その姉貴の声がしたんだよ。あ、いや、空耳にしては生々しくて。なんか聞こえた？ああ、後でゆっくり話してやるよ。今はやることがある。え？行こう。黒岩を止めるぞ。分かったよ。少し顔色良くなった？もうしょうがない弟だな、兄貴に比べて。カードキーを、ゴールドのやつね。はいよ。もう涙で前が見えないよ。大雨だね。ちょっと綺麗やな。ショーノはこのフロアに避難してなけりゃな。この先にショーノの研究室がある。じゃあ黒岩もこの辺に。ああ、多分。ショーノ。あ、黒岩、とことん邪魔してくれるな、八神。やめろ、今さら復讐して何になる。
ショウノを殺してもお前は復讐誰がそんなことを。こいつには生きていてもらう。何、銃を捨てろ。うわ、よくやる。あ、すごい、すご腕のガンマンいる向こうに。危ない危ない、大丈夫、誰も撃たれてない。いや、ショウノ撃たれたけど。で、くしくもここ。あ、いや、ヤガミさん、おい、あ、やられ、あかんで、お前は死んだ、あかんで。杉浦、いや、怖すぎ。少し待てるか、助けが来られるようにする。八神さんは黒岩とすぐに決着をつけてくるならいいよ、そんな慌てなくて。僕の分までやっつけてきて。わかった。俺たちはあんたを助けに来た。本意じゃねえけどな。こいつを見ててやってくれ。わかりました。諦めろ、もうすべて終わりだ。うるせえ、まだ終わりじゃねえ。どういう意味だ。アドデックないんだよ。あの存在がある限り俺は終わらねえ。あんたさっき正野には生きていてもらうって言ってたな。ああ、あいつと俺とでアドデック9を完成させる。奴だってそれを望むはずだ。俺らが助かるにはもうそれしかねえ。そんなことができると思うのか。ああ、できるね。やってみせる。心配するな。完成するまで俺が何人でも実験台を調達してやるよ。薬さえ完成させれば捕まるどころか世界中に感謝される。正気じゃねえじゃあまずお前を久しぶりの実験台にしてやる。死んじまったらその時はお前も目えぐってもらえ。さすがにね、もうしんどいよ黒岩さん。もうしんどいよ、こっちも。けどお前杉浦君撃ったからな。避けきれん、ここ引けねえぞ。なんだ今の、なんか今予備動作入ったからびっくりした。いって、これどうしたらいいんだこんなの。いや、よくないな、これ。一旦死んで体力回復するまである。
で。後ろにみんないた。おお、あんまり無理すんなよお前ら。無理させてんのこっちだけど。こういうので稼ぐしかない。あー痛い。医療キット使うか。この人本当に全身狂気だよ。いや痛いな今のは。よう帰ってきた、よう帰ってきた。なんだろうな。まずいなこいつ本当に。体力めっちゃ回復するこれ。しかもリジェネめっちゃ早い。めっちゃいいな、そりゃ何十万もするわけだ。オッケー。はあ、お落ちたんじゃないの。大丈夫か杉浦くん。生きてるか。よくやるなこいつも本当。何あれ。おいおいおい
嘘でしょ、マジか、お前マジか、お前はここで殺す。お前マジか、ふざけんなお前、何回立ち上がったら気が済むんだこのゾンビ野郎。ごめんなさい、三角めっちゃベタ押ししてました。本当に痛い本当に痛い、勘弁してほしい。おっと飛び越えさせてくれなかった。こいつほんとすごいよね、全然拾わねえの。おお、ないこれないこれないこれ、え、なんか吸われた、あ、うまくいかんかった、まずいお洋館たしなませていただきますわ。本当に危ない、あ、これなんか難しい、壁のやつむずいわ、なんで効かないの、あ、やばい、危ねえ、私のゴリ押しもいるとは思うけどさ、いや本当にきついなこの人、強いわ、出し惜しみしてる場合じゃない。ラスボスこいつなのかな、でもあと戦える人材残ってないからね、あぶね、いや、よくないな悪く思う、ちょっとご了承させてもらうね、歩けるの杉浦くんは、大丈夫なの、もうタボ、怪盗さん、よ、さっきやっと誤解が解けてよ、一旦俺らのことは後回しにしてくれるってよ、後で弁護頼むぞ違う違う、それより先に、八神さん、ショーノ？ショーノ？
やばい。止まれ、止まるか。あ、深い倒さ。止まれっつって止まるやつじゃねえだろう。それは、ええ、アドデックナインです。まだ死なないでください。おい、何するんだ。完成したんですよ。完成したの？僕のやれる全てを注ぎ込んだんです。今度こそ間違いない。だから最後にこの新薬が完成したという、お前ほんとすげえな、証明を。そうやって何人殺してきた。でも、でもおかげで何百万、何千万の人が救われるんです。だから罪もない女の子まで殺した。ん？何度も体を刺して火までつけた。その罪を着せられた大久保君は今も死刑囚でいるんだ。僕だって殺したくて殺したんじゃない。アドデックナインを作るために、世界を救うためには仕方なかったんだ。実はアドデックナインからは人体への毒性を消すことはできません。ショウノ君は私にそう言いました。それが何人も実験台にしてたどり着いた結論だそうです。つまりアドデックナインは失敗です。しかし彼は誰にもそれを言えずにいた。すでに何人も死なせて、その全てが無意味だったと言い出せなかった。あなたがその話を聞いたのはいつですか？つい先日ですよ。それを聞いて私はこの法廷で証言することにしたんです。世界を救うためには仕方なかった。違うだろ。お前がエミちゃんを殺したのは自分の保身のためだよ。世界を救うのが目的なら、アドデック内の研究は他の誰かに引き継ぐことだってできたはずだ。僕が研究してきた薬だ。僕でなきゃ完成させられなかった。じゃあ今証明してみせますよ。僕の考えた薬が正しいこと、僕のやったことが正しかったってことをね。おい、おい、僕の母は認知症になった祖父母を長いこと介護してた。それを最後まで看取った後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。でも
これでもう同じ悲劇は二度と起こらない。僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。9の副作用は被験者に激しい頭痛を起こさせ、その眼球を青く染めます。そうなってはもう助からない。青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと翔野君は言ってました。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。あ、だからだからカムロ町で見つかる死体からは常に眼球が持ち去られていた。そっか、そういうことか。それらは全て翔野が処理していました。噛み切ったんだ。ありがとうございました、八神先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後恵美の事件の再審がありますけど。再審は形式的なものになると思う。もう誰も君がエミちゃんを殺したとは思ってない。はい。よかった。もう行くんですか？今日はもう一人君と話したいってやつを連れてきたんだ。え？やっと会えるんだ。フミヤ。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。ありがとね、八神さん。翔野と黒岩は死亡、一ノ瀬や森田健二生は逮捕か。でしょうね。八神探偵事務所のおかげですね。でもこれから大変なことになります。厚労省は大揺れでしょうし、創薬センターも多分解体ですかね。だろうな。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。納得いきません。いや、そっちはそっちで風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。警察が動き出しているんだとよ。天網恢恢、祖にして漏らさずだ。こっそり悪いことはできないってことですね。おお、よく知ってるな。じゃあこれ知ってるか？はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。仕事に身が入んなくなるんでな。
いやそうだったんですか。お、そこは引いちゃダメでしょ。まあ年寄りの忠告ってのはいつも無視されるもんだ。若い頃は俺らも忠告なんて聞かなかったかな。あ、待つかねよ。まあ俺は別に構わねえよ。お前が弁護士に戻っても今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ俺はここを閉める気ないって。そうなんや。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか、こんなろくでもねえ町で探偵続けるなんてどう考えてもアホだろ。言ってくれるね。カイトーさんの言う通りじゃない。今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに。普通選択の余地ないでしょ。そうかな。そうかなって、源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。俺もそう思うぜ。いろいろあったけどよ、ターボーが弁護士に戻るのはやっぱ神様のあれなんだっけ、神様のおぼし飯。それだ。よしてくれよ。え？俺は弁護士を辞めて探偵になった。でも探偵という選択をしたから大久保君の冤罪を証明できた。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ。弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択にどんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが一番大事なんだ。まあね。でもさ。ん？でも？法廷で久しぶりにスーツ着たけど俺いまいちじゃなかったスーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな。その点探偵はスーツ着る必要ねえし。あのね。お、依頼？はい。なんで怪盗さん出ちゃったの？え、猫が逃げて帰ってこないって、うちはペットショップじゃねえんだからいいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は？ちょっと八神くん。チャコ、5歳のメス。じゃあ写真送っといてください。5歳のメス。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。海藤さん、久しぶりの依頼だ。絶対物にしようぜ。はい、というわけで、ジャッジアイズ死神の遺言クリアいたしました。いやーこれうわ、なんか最初ほんまにこうそんなね、重い話というか、ヤクザの構想とかの話やと思ってなかったな。しっかり物語に引き込まれました。なんか難しかったな。龍が如くを2から、6までやってからこのゲーム今したんだけども、龍が如くってなんだろう、なんか仲間と戦うことがまず少ないっていう点において、キリュウがめちゃくちゃ強くなる、主人公が一番めちゃくちゃ強くなるね。で
とは育てるのも攻撃力、防御力、素早さ、あとスキル、そのスキルというそのゲージ、その EX、 このゲームでいう EX のゲージのメーターの本数が増えるっていう、もうなんか個々に全部強くなるんだけど、この、ジャッジアイズは八神さんのフィジカルは強くならないんだよね。攻撃力とかは強くなるけど防御力は上がらないし、体力は上がるけど、素早さっていう概念も、コンボの速さは速くなるけど回避が速くなるっていうのはなかったと思うんだよね。だからこうちょっと一風変わってて難しかった。もうめちゃくちゃやられたし、結構ね、龍が如くの方ではあんまりこうボコってやられて、ゲームオーバーって、まあ数えるだけ 2,3 回とかが多くて3回とかだったんだけど、このゲームにおいては私 5,6 回やられてるんじゃないかな。ちょっと言い過ぎてるかもしれないけど、でもそれぐらい不注意とか体力管理とかが全く行き届いてなくてめちゃくちゃやられてたですね。結構来てるよはい、そんな感じで、待って、今思ったけどさ、ちゃんと私の事務所で飾ってるやつが全部ある。左上の絵と奥のお花とか、あれチャコ、あれチャコ5歳メスなんかこのいいなこの感じ あとはなんだろう、最初はまあチュートリアル半分みたいな感じだったから、そこまでこう物語引き込まれることは正直あんまりなかったんだけど、どの辺りからかな、いやそれこそ杉浦くん出てきたあたりかな、いや東かな、東がこうちょっと仲間っぽくなってるあたりぐらいからぐっと引き込まれちゃって、最初はね週1日飛びの更新だったんだけど、もう続きが気になりすぎて毎日更新に切り替えたぐらいなんですけど、すごかった、途中からの引き込み方がえぐかって、すごかった、本当ドラマを見てるみたいだったね。やり込み要素もたくさんあるけど、もうそれをそっちのけにしたいぐらいメインに没頭しました。だいぶ珍しい、それも割と遊びまくりすぎてメインをすっぽかすタイプの人間なんですけど、ちょっと猫ちゃん入ってきちゃってるよ、猫ちゃん入ってきちゃってるけど大丈夫、これチャコ5歳メスじゃないのこれぐらいかな。あとあれだな、キャラクターの裏がすごい、裏っていうかその前途中でも言ったけど第一印象がすごい変わるゲームだったね。あれ猫入ってたよ今奥、本当に怪盗さんぐらいじゃない、違わなかったの最初から。いやでも一番驚いたのはやっぱり杉浦くんのあれやな、もうひょうひょうとした感じで出てきて、ほんまめちゃくちゃ格の登場人物っていう、ちょっと人気のわけが分かりましたね。まあ、イケメンっていうのもあるんでしょうけど、だいぶね人気なんだよね。でそうや、もうええやろ調べてももうええやろ調べても、私ほんま星野くんと杉浦くんの年齢ほんまに気になるのよ、やっと調べれるわ。確かね、ヤグミさんは30何本なんだよ。なんかね、サイドケースにちらっと話してて、35歳、結構言ってました。で、カイトさんが38歳。へぇ、あんま、てかカイトさん、マサハルかやっぱ。私途中、マサヨシって呼んでて、いやこれ、あれだなと思って。福山雅治さんと一緒だなと思って、春の字。源田先生は67歳で、白崎沙織さん、沙織さん32歳、星野くんは
新谷さん43、星野くん27歳。なるほど、27か、まあまあって感じ。猫いたな猫いた、猫いたってなってるですね。東32、おーおーおー、まあまあ、杉浦くん25、わっかいや25か、はぁ25か、よかった30いってなかったよかった、そうなんだね。あーはーはーはー、まあまあそっか、じゃあまああれだね、運転もできるね、ちゃんと。カポエイラのような足技、カポエイラ、あーなるほどね、高校生じゃなかったな顔が完全に高校生だったから、なるほど、はい、ちょっと私のちょっと 長年といったらやるだけど、シリーズ通しての謎も解けました。2歳差なんだね、じゃあ星野くんと杉浦くんは。うわーマジかー、そういうことかー。で、次回作もやりたいので、多分近いうちにやると思います。ぜひお手紙見てください。すごい懐いちゃってるじゃん。あ、報告書出来上がりました。プレイ時間35時間、インカウントだと倒し、ゲームオーバーの回数で出ないのかな。いや出ないな、あ出ないんだ、ちょっと見たかったそれは。はい、ということでですね、今回をもちましてジャッジアイズ終わりになります。いやーほんまに手に汗握る感じだったな。なんかあんまり人死なないのがすごい新鮮だった。なんか龍が如くってポロポロ人死ぬからさ、もうなんなら杉浦くんのあの感じとか絶対死ぬし、翔野は死なない、いやでも黒幕がほぼ死なない、翔野死んだけど黒絵も死んだな、だいたいなんかこう裏切ったやつから順番に死んでいくから、もう羽村の頭とか絶対死ぬしあの立ち位置でも死ななかったのがすごい違いを感じるね。ドラマ性がすごくあったです。まあ、ちょっと褒め出したら思い返したらいろんなことがあるので、まあ、この辺りで、はい、よければまた違う動画でもお会いしたいところです。ご視聴ありがとうございました。ちさんでした。